皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは SNS の更新が辛いと考える教室の先生のための3つのモチベーションアップ方法についてお伝えしていきたいと思います。教室の先生は、集客の活動にですね、まず無料で割とできる SNS を使う方が多いと思いますし、私もいきなり有料の広告っていうのは少しねハードルが高いので、いきなりっていうことはあまりお勧めしていないんですね。だからそういった面でも無料でできるSNS っていうのは皆さん普通によく使われると思うんですよ。ただこれが割とこう更新をしなくてはならない辛い、モチベーションが上がらないという声とかもよく聞きますし、気持ちはもちろんよく分かります。大変ですよねっていうのはね、分かるんです。なのでそんなね辛いと考える人たちに、こういう観点から考えてもらうといいんじゃないのかなと思うモチベーションの3つのねアップする方法をちょっとお伝えしていきたいなというふうに本日は思っておりますので、そんな感じでお付き合いいただければと思います。はい、それではですね、本題に入るんですけれども、この3つのモチベーションのアップの方法っていうのがですね、いろいろ考え方あると思うんですけど、私がご提案したい方法です。まず1つ目がですね、ラブレターっていう考え方、2つ目が習慣化っていう考え方で、3つ目が夢の階段という、このね3つを解説しながらお伝えしていきたいと思います。まず1つ目のですね、ラブレターなんですけれどもね、よく言われますよね。なんかお手紙を大切な人に書いているような気持ちで書きましょうみたいな、コピーライティングとかするときに、お客様、未来の生徒さんを寄せていくときに、そういう話をねすることとかがあるんですけれども、その集客を しなくてはいけないという観点で SNS を使うと、やっぱり悲壮感が漂ってしまいますよね。悲壮感がっていうのが、結局その自分が集客をしなきゃいけないんですっていうちょっと辛い背景があったりして言葉を書いているとですね、やっぱり文章とか文体からにじみ出てしまうんですよね、その辛さっていう雰囲気が。で、当然ご本人もあまりね面白くなくやっていっちゃうことになるわけじゃないですか。そうすると結果としていい文章になっていなければ、いい文章っていうのが、要は相手の心に響くっていうのがいい文章っていう定義ですね。いい文章になっていない場合には結果として集客できないことになっちゃうので、ますますそれこそモチベーションが下がるとかね、落ちていくっていうことになるので、まずは鶏が先か卵が先かのような話なんですけれども、こちらがですね、伝えたい方に自分の思いとか熱意とか、そういうものを伝える手段として SNS があるっていう使い方がいいと思うんですよね。だから必ずしも技術、私こういう技術があります、こういうレッスンがあります、楽しいですよ、どうですかっていうことじゃなくて全然構わなくって、今の時代ってある程度先生と名乗っている人においてはですね、技術のレベルってもちろん特級のタイプの方もいらっしゃるんだけれども、ある程度そこそこ望みとか願いはだいたい叶えてくれるようなラインとかで揃ってきているような状態なんですよね。そうすると生徒さんがなぜその教室に行くかっていうと、先生が好きだからっていうことになるので、そのパーソナリティがどちらかというとやはり重視される時代に今入ってきてるんですよね。ということはパーソナリティっていうのは個性になりますから、それはその方のバックグラウンドを持ってきた人生、あとは何を面白いと思う
タイプの人なのかとかね、その投稿に惹かれていいなと思って、あ、それでこういうことを教えてるんだと理解していくっていうケースが多いので、情熱を持って、まあ、書いている。それが文章じゃなくてもいいんですよ。綺麗な写真を撮って、そして発信をするっていうのも情熱ないと無理じゃないですか。そもそも綺麗な写真撮るの大変だから。だからとにかく判断基準としてね、おそらく情熱が伝わりやすい状態なのか、そうでないのかっていうのは結構大きいんじゃないのかなっていうふうに思っていたりしています。はい、だからラブレターっていう意味はそういう意味なんですね。自分の情熱を伝えていく。だから全部の SNS を、まあできるならやった方がいいけど、できないんだったら得意なところ、情熱を注ぎ込める SNS をまず作り込むっていうのが大事かなっていうふうに思っていて、私は昔からブログと YouTube、ここがメインで外向きにはやっていて、そこに加えて途中からメルマガですね、これをやり始めているっていう、まあ、そんな形なんで、やってるものにプラスアルファする分にはまだね、いいと思うんですけど、得意な領域、喜んでもらえるところの SNS からまず強化してね、作り込むっていうのはいいのかなっていうふうに思います。で、2つ目ですね、習慣化。これが案外ちゃんと続けるのにとても必要な要素なんですよね。なので、ある一定のあるルールの同じ時間に当たり前のように投稿するとか、当たり前のようにやっていく時間をどこに設けることができるかっていうのをちゃんとちょっと考える必要があって、習慣化していくと習慣なので、例えば歯を磨くとかとほぼ変わらない状態だから、歯を磨くのが習慣になってるんだったら、歯を磨いた後に必ずやるとかね、そういう そういうものをきちんとねやっていくっていう習慣を身につけるっていうのは結構ね大事なんじゃないのかなっていうふうに思ってるんですよ。だから習慣を崩しちゃうからやんないのもなんか当たり前とかねになってきちゃって、またやんなかった私、モチベーション上がらないどうしようみたいな、どこかに強制的に何かとセットにする習慣、まあ私は歯磨きの後とかね、なんかそういうのをやるのをおすすめをしています。どちらかっていうとね、歯磨きとかね。はい、なので、私が、そうですね、ちょうど去年の10月ぐらいから、習慣化してちゃんとやり続けているものっていうのが、その SNS のそちらとはちょっと種類が違う内容なんですよ。種類が違う内容なんですけれども、やっているものをねちょっとお伝えすると、まずですね、1つ目が体重計に乗るっていうやつですね。 ある朝起きて、そうですね、ちょうどだから歯磨き終わったぐらいの時間かなに体重計に乗るんですよ。で、体重計に乗る記録表をつけるのが何度も挫折したことがあって、仕組み化しなくてはいけないっていうために、オムロンなんですけどね、スマホと連動して乗った状態の全記録をスマホで全部ごそっとデータとしてやって、グラフ化したい時にはピコッとやるとグラフを作ることができる優れものの体重計買いました。いくらだったかな、まあまあお高かったんですけど、表をつけるってやると絶対つけないんだけど、降りてオフにしてスマホに点数をかけるピコってそれをやると全部データが移行するので、体重とか体脂肪とか、まあ、肉体年齢とか、まあ、いろいろなものをですね、体脂肪率とか BMI とか全部6個ぐらいのデータが毎日そこに転送される。出張の時にはちょっとできないんですけれども、毎日乗ることによって体の変化とか、どういうことをすると翌日何百グラム増えるのかとかっていうのを見たりとか。その前日の反省をその乗った時にするみたいな感じで、まあ、体調管理をしているっていうのが、まあ、体重計なんですよ。で、体重計と同じセットにしているのが、私同様に去年の秋ぐらいからですね、まあ、FX の投資運用とかをやっていて、預けたお金が
毎日どういうふうに動いてるかっていうのを全部データにつけているんですよね。要は世間の事情とか世の中の事情によって、相場がね、どう動いてるのかっていうのを連動して、すごい1、2、3月とかはね、すごいこう上下の幅が広かったんですけど、まあすごくお金が動いて儲かってみたいな。で、4、5、6あたりは少し地味におとなしく、損はしてないんですけど、地道な内容っていうのを毎日つけてると、そのデータがね、分かっていくようになるんですよね。ただ私が自分で動かしてるんじゃなくて、ちょっとそういうね、そういうトレーダーの方にお願いしてやってるっていうような形になっている仕組みではあるんですけれども、この2つを毎日セットでやってます。はい。SNS とちょっと若干違いますけどね、習慣化っていうことで。で、習慣化していくといろいろデータが見えてきて、狂ってきてるものとかもその場ですぐに気がついたりとか、どうあるべきかっていうのが見えてくるので、 SNS の発信も毎日例えば投稿していると、状態がね、見えてくるものとかがあるんですよ。で、どういうものが皆さんが反応するのかとか、どういう記事なら喜ぶのかっていうのが分かるので、まあ、1年ぐらいはね、なんかね、これを頑張ろうって決めたものをやるとデータがしっかり取れるのでいいかなっていうふうに思ってるので、なんか1個でもいいから習慣化することをおすすめします。はい。で、3つ目ですね。夢の階段っていうお話なんですけれども、皆さんはね、何かしらの夢を持って、こういうふうな自分になりたい、こういう人生の生きがいを実現したいっていうことでね、教室業を選ばれる方とかが多いと思うんですよ。で、その、夢をね、実現するためにそれをやっているっていうことなんですね。これちょっとポイントなんですよ。ご自身の夢を実現するためにそれをやっている、その作業、いろんな集客も含めてですよ。って考えた時に、これね、主体的な出来事なんですよ。主体的ではないという出来事はどういうことかっていうと、他人に言われてやらねばならぬ、やりなさいと言われたから仕方なくやっているっていう主体的ではない状態ですよね。他人に言われてっていう状態で、SNS の発信のモチベーションが上がらないとかって言ってる方は、自分事としてまだ捉えていないケースが高い方が多いです。どういうことかっていうと、SNS の発信をやらなくてはいけないという、まるで誰かに命令されてやっているような状態だからモチベーションが上がりにくいっていうのはあるんですよ。そうではなくて、まあ、ラブレターと似たような話なんですけど、自分がそうしたいと思って教室業をやる。で、そのためには自分のサービス内容を喜んでくれる人に届けなくてはいけないという主体的な使命を感じるのであれば、当然届かないと困るわけですよね。だから無料で行くんなら SNS を使うっていう、そういう順序になるので、その届けたい相手に情熱を持ってどれだけ届けるのかっていうことから考えるとですね、モチベーションが上がらないから書けないとか発信できないっていうのは、誰かに言われてそのお仕事をやってるんですかっていうことになってしまうんですよね。自分がやりたくて教室業をやっていて、自分のサービスを届けたい人に届けたい手段がために SNS やんなくてはいけないっていうね、感覚で言うと、その誰かに言われてやってるわけではないっていう立ち位置に立てば、能動的に自発的に発信ができるはずなんですよ。だから私がね、特にそれを考えるようになった一つのきっかけっていうのが、私のサービスっていうのが、まあ、コンサルティングサービスに現状なってるんですけど、そのコンサルサービスをですね、もっと早くに知ってたらよかったのにっていうことを、まあ、一時期ね、頻発して言われてた時期があったんですよ。要はそうするとどういうことになっちゃうのかっていうと、自分で頑張って遠回りでうまくいかない状態になっちゃってたとか、あとは
コンサル業っていうのは相性なんで、クライアントさんと。私がいい悪いとかじゃなくて、相性が合う人と組んだ方が成果は出しやすいんですよ。だから私じゃない人と組んで成果が出る人はそちらに行ったらいいし、私と組んで成果が出る人は私と一緒にやったらいいっていう、それだけの話なんですけれども、その成果を出せる人を見つける選択肢は持ってる状態にしてあげたいんですよ。ということは、私をもっと早く知ってたらよかったのにっていう人に対して、私自分の情報を届けられてなかったっていうことになるんですよね。だからそれは私の怠慢なんですよ。まあ、発信してる方ですけどね。でもそういう悲しい思いをさせた人もいるわけですよ。知ってたら頼みたかったっていう人がいるわけですから。それの一つの大きなきっかけで私本を書くことにしたんですよね。伝えたい人により広く早く届くようにって思ったので。だから SNS の考え方もおそらくそれに近いものがあって、あなたのサービスを本当に必要としている人にどれだけ早く深くたくさん届けるかっていう観点から SNS をやろうと思ったら、自分がどうのこうのっていう、まあ確かに気分が乗らない時とかはね、あるかもしれないんだけれども、ある程度淡々と習慣化して継続的に情報発信しないと届けたい人に大概届かないんですよね。特に今情報がめちゃめちゃ氾濫してる状態で、大企業も普通に SNS 使ってる世の中で、どうやったらあなたのサービスにたどり着いてもらうんですかっていうことなんですよ。一度例えばね、駅とかでビラ配ってみれば分かると思うんですけど、興味がない人にビラ配っても全然集まないですよ。だって捨てられるだけだから。インターネットの便利なところは、キーワードとかその欲しい人にとってきちんと正しいサービスを作っていれば、相手が探して自分を見つけてくれるっていう可能性が高いので、すごくそういう意味では集客ってしやすいんですよ。だからその人に向かってちゃんと発信する量もある程度必要になるので、だから発信するんだっていう能動的な感覚が自分にないうちは、誰かにやらされ感があるうちはですね、大変だな、モチベーション上がんないなっていう、こう自分思考の中に入っちゃうんです。もっと極端なことを言うと、やんなくてもいいんですよ、別に SNS の、発信なんて。だってそれは自分がその職業を選んで、それで届けたい人がいるからやってるだけであって、別にたくさん人が来なくてもよくて、届けなくてもいいって言ったらやんなくてもいいっていう、そういう考え方になりますよね。知られなくてもいいってことだから 知られるために必要な作業は最低限やんないとダメじゃないですかみたいな、そんな感じになるので、そういう観点から自分のね、モチベーションっていうのをちょっと見直してもらうといいのかなっていうふうに思いました。はい、では本日のね、テーマのまとめです。SNS の更新が辛いと考える教室の先生のための3つのモチベーションアップの方法。1つ目、ラブレターと思う、情熱を伝える。2つ目、淡々とできるように習慣化する。3つ目、自分が選んだ道の夢の階段を自分が上がっているという。だから、その自分のサービスを届けるために能動的に動くという考え方になり立つと、モチベーションっていうのがそんなに関係なくなってきて、淡々と発信できるんじゃないのかなっていうふうに思ってますので、ぜひご参考にしてみてください。それでは。